新新新にある慶和学園大学から元気な大学生たちの日常をお届けするユーストリーム番組慶和ボイスの時間がやってきました。今日の MC は花と緑の星の町からやってきました大倉直子と、はい、海と山の町からやってきました柏崎です。よろしくお願いします。めっきり暑くなったね。そうだね、今日もすごい暑い暑い。さっきちょっとここら辺歩いて学校来たんだけど、もう汗止まんなくて、ひどい状態です。もう汗ダクダクな状態で今喋っています。今この場も暑いもんね。でも暑いね。いクーラー効いてないからね。そうだね、熱気でしょ、熱気でしょ我々の、じゃあこの熱気まんまなまんまな感じでお送りしたいと思います、はい、今日はその本日のゲストが山崎由紀先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけど先生に自己紹介お願いします。はい、熱気あふれる英語文化コミュニケーション学科、教員の山崎由紀です。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。自己紹介、はい、今、担当している授業とかで言うと1年生の方々基礎演習で、それから英語の授業も1年生の方たちの授業を担当してます。それから2年生以上で取れる講読っていう授業があるんですが、それも英語の授業なんだけれど、その授業ではいろいろなこう過去の偉人の英語のスピーチとかを題材にして、それを読む、聞く、歴史上の人たちの、話された言葉を読むっていうので勉強するっていうのが一つあります。それから 3,4 年の方たちのための授業だと、まあ、ゼミが一つあるんだけれども、皆さんが取れるのは、英語文化圏研究って言ってアメリカの社会史という授業ですね。でそれからもう一つメディア英語って言って、今インターネット上でたくさんのニュース英語で読むことができるんですけれども、現在起きている時事的なことを英語で読みましょうという、そういう授業やってます。で今ネズミのことをちょっと置いてきちゃったんだけど、私の専門はアメリカの社会史、特に民衆の歴史っていうことで、移民の歴史が専門なんですね。で、歴史やってる人がどうしてそんな時事的な英語をやったりとか、それからスピーチの英語を勉強するっていうことになるかっていうと、今日力発してるんですけれど、でも今の私たちにどういうふうにこう歴史的ないろんなことっていうのが関係あるんだろうって、過去にいろんなことに立ち向かってきた人の経験ってどうやって生かされるんだろうっていうことにすごく興味があります。で特に一番興味があるのはやっぱり人権の問題で、アメリカって民主主義の一番先輩の国なんですけれども、その国でもいろんな失敗があるんですよね。人権の問題とかで蹂躙されてしまった方とかもいて、でもそういう人たち の心に寄り添えるようなこと、優しい人に皆さんなりたいっておっしゃると思うんだけれど、でもいろんなこと知らないと、で過去の失敗も知らないとなかなか優しくなれないんじゃないかなって思うところがあるので、なので授業を通じて、本当にいろんなこう多様な人たちの思い、それから、場合によっては人権がこう侵害されている方たちの立場に立つっていうようなことも一緒に勉強できたらいいなというような授業をやってます。なんか私でね、共生社会学科で全然英語 でも英語は本当にもう1年生の時でしか取ってないんで、ちょっと新鮮なお話を今。でも精神としてもね、同じですよね。こういろんな方の立場に寄り添えるのにっていうことで、で共生は共生の方で勉強してる内容があって、その知識からいろんな方に寄り添いましょうってことになると思うし、国際の方ももちろんそうだし、で英語文化だと英語使ってっていうことができるので、今度は英語材料にしながら、でもやっぱり今生きてる人のそばに立てる人に皆さんになってほしいなって、自分もそうならなきゃなって思っていて、でそういう授業をやってるっていうことなんですけれども、あともう一つあれなんですね、学校の中で先生の方もいろんな仕事があるんですけど、私ね学生の皆さんのボランティアを応援する仕事に一つ関わってるんですね。なのでそういったことっていうのもやっぱり自分がずっとやってきたかった、その皆さんに教えしたい、自分を勉強したいっていうその授業のことと関わってて、やっぱり皆さんにこう
なんだろう、ボランティアで支援して差し上げたいと思うような場面があったらば、ぜひそこの場に積極的に出て行っていただいて活動してほしいなっていうことで、それを学校的に応援するような、場合によっては学校から少しでもこう交通費とかのお金出せるかなとか、あるいはどんなボランティアがあるっていうことをお教えする仕事って、ボランティアセンターの池田さんがやってくださってるんだけれども、もう池田さんと一緒にあのボランティアを皆さんに広めようっていうような、そんな仕事もしてます。やってます。でもなんかやってたとかいう話あったじゃないですか。だいぶ前ですか。高校時代高校の頃にそうですね、東日本大震災がちょっとこう2年生の終わりとかですか、3年生の初めぐらいにあって、うん、で学校で、うん、ボランティアに行こうみたいになったので、うん、それに 2,3 回参加して、うん、宮城の、はい、行きました。行ってました。どれぐらい行ってたんだっけ。だいたい2泊3日とか、本当になんか長期休みに行くとかじゃなくて、学校がある時になんか学校側にこう行きたいですっていう応募して、授業がある普通の平日に行くみたいな感じだったんで、学校がすごい応援してくれたってことですね。でも行く間はまあ勉強頑張ってねみたいな、まあ行ってもいいし、むしろこっちも応援するけど、まあ勉強普通にある時日にちだから勉強はそんなって頑張ってねみたいな、自己責任でみたいな感じだったんですけど。すごいですね。でもね、自分の勉強もやりながら宮城の日本方向支援にもいらっしゃってということで、うん、でも学校がね、一生懸命それを応援してくれたってことですしね。なんか派遣ありましたか。派遣、そうですね。あ、でもなんかニュースでやっぱり見たときに、なんかだんだんニュースしなくなるじゃないですか、そういう報道を。でもなんか毎回 2,3 回行ったんですけど、こう日にち空いて行ったときも、なんかボランティア行ってもすぐにやっぱ良くなるわけじゃないし、なんか映像でニュースで出てなかったんですけど、やっぱり全然変わってないなみたいな。行くとびっくりしますよね。すごい綺麗なんだけれど、今でももう本当にもう海岸沿いは平らになっちゃって、でもこう土地自体を底上げしましょうみたいな工事が始まっていて、でもその工事をやってるところって綺麗になってきてって、で新しくこう踏み出す工事も始まってるんだけど、でもそれがあまりにもこう広大な地域なんで、それを見てると、いやでもこれだけのところが被害に遭って、でここに全部うちがあったんだろうなっていうことをね、後で写真とかで見ると本当にびっくりして痛ましいもします。うん、先生も東日本大震災のちょっとなんか力を入れてるって聞いたんですけど、そうですね。私はね、2011年の3月に起きた震災だったので、それが終わっ、その震災があって、地震があってすぐに、これは絶対に何かこう支援活動が必要になるだろうって思ったんだけれども、春休み中ですね、大学って。で、その春休み中に一体どれくらいの人がそのボランティア活動に興味があるんだろうということで、週が金曜日の地震なんですよね。で、週が明けて、で火曜日だったかな、それで集まりましょうって、集まりたい人、まずどんなことやりたいか声も聞きたいし、集まりましょうって言って、で最初の 7,8 人ぐらいなのかな、集まってくださるのはなと思ってたら50人。このピロティですよ、ここのピロティで、もう結構な数いらっしゃって、で3月だからもうこれからすぐ卒業するっていう方もいらっしゃったし、でそれから在学生の方も、それから教職員もみんな集まって5人くらいで、最初私たち出してきましょうなんて話し合いをして、始まったのが慶和の震災復興支援活動の始まりです。慶和ホープっていう名前をつけて、ホープっていうのは慶和 for helping other people の helping の H と、またなんか英語の先生みたいでしょ。Others の O とって、 People の PE とって言って、最初に発案してくださったのは教務係の皆川さんなんですけど、ね、これすごい素晴らしい名前だって思って、じゃあ慶和ホープってことで、これからいろんなボランティア活動やっていきましょうっていうことで始めました。で、最初に5月にね、最初の頃って現地に行けたのって自衛隊の方とか本当に専門性のある方たちだけで、なかなか学生が向かうとか行けなかったんですけど、
5月の、ちょうどゴールデンウィークが終わった頃ですかね、1週間くらい学生のチームで行ってもらいました。うん、でそれが最初の現地活動だったんだけど、やっぱり帰ってきた人たちが本当に行かないとわからないってみんな口を揃えておっしゃって、でそれから、そうお魚が腐っちゃうよとかね、わかります、海岸地帯だから、で5月だからもう暖かくなり始めていて、でも倉庫とかも全部流されてしまって、で流されただけじゃなくて残ったものとかもあるわけですね。そういうものが冷蔵庫とか使えなくて管理できなくって、でそういう意味でお魚が腐ったりもいいって話になるんですけれど、つまり全然もう人のことで精一杯で他のことにも全然手をかけられない、そのままの暮らしなんて到底できないっていう状態をその時の学生のみんなが見てきてくれて、それすごい伝えてくれたんですよね。でその方たちが、岩手だったんだけど、岩手行った時に現地の幼稚園がもう遊具とかが後回しになっちゃって、みんな亡くなって流されて亡くなってるんだけど遊ぶ道具もない、でも子どもたちは無事で何とか幼稚園保育園に集まれるっていう状態だっていうのを聞いたので、三輪車をね持ってたんですよ。三輪車を持ってて、そのためにそういうもののお金がいるねっていうことが分かって、で授業やってる時期だから現地行けない人たちもいたんだけど、そこから定期的に募金活動とかもするようになって、それがね慶和での復興支援活動の始まりなんです、それがね今でも結構いろんな形で続いていて、で去年ですね、去年はものいろんなことがあって、復興支援のインターンとかに行った方とかもあって、その方来てますよね、きっと慶和ランチできっと来てくれて話してくれてるんじゃないかなと思うんだけど、ものすごい活躍してくれる方たちに出てきて、もうすごい頼もしいので楽しくその学生の皆さんをサポートしてるっていう、そういう状態です、じゃあそうですね、現地に行けない私たちのような学校にいる子が、なんて言うんでしょう、ボランティアか、ボランティアというまではいかないんですけど、なんか応援したいという時はやっぱりそのケアホームとして、そうですね、募金活動に参加すれば、ぜひぜひ募金活動をね、今不定期になっちゃってるんですけれども、前はね毎月5日ぐらいやってたんですよね。今不定期の形なんですが、学期に何とか募金とかおそらくやると思うんです。で今学期はねネパールの地震があったので、それもすごく大事なことなので、ネパール地震のため の、その被災者の方たちのための募金活動っていうのをやったんですけど、いろんな形で募金ってまたやると思うので、でね、その時にケーワーホークの特徴は楽しい募金活動をしましょうっていうこともあって、メンバーのみんながね焼き菓子とかをねお礼に準備してたりするんですね。すごく私大好きで、何度も買っていただきます、募金をねしてくださった方たちに、まあ振り返って言っちゃうと募金じゃなくなっちゃう感じがするんだけれども、お礼の気持ちでこうお菓子準備されてたりとかする時もあるので、逆にそのお菓子準備する人になってくださるっていうのも私たちに対するものすごく支援になるし、活動に対する支援になるし、でそれを通じて募金して募金に集まってくださる方と思えば、それはすごく大きな支援活動になってくるので、ぜひ協力してほしいです、今ケーキとか作ってらっしゃる方ってどのような方が多いですか？学生さんもいらっしゃるし、学生さんもいる、それから教職員の素敵なケーキとかもあるので、ぜひぜひ、私は大体いつもパウンドケーキ作ってるんですが、そうね、パウンドケーキの方もいらっしゃるし、それから季節がすごくこうプレゼンテーションの素晴らしい綺麗なケーキ作ってくださる先生もいらっしゃるし、職員の方も作ってくださるし、学生の方も、だから本当にね、こうその会によってとりどり違うので、お楽しみ、それもお楽しみにぜひいらしてください。たまにアクセサリーとかも、アクセサリーもね、そう今年アクセサリー出てましたね。そうですか、アクセサリーのねお礼で作ってる人たちいました。そうだそうだ、アクセサリーもあったし、プラバンのね、その日の記念のプラバンもらえるっていうのもあった。記念のプラバン、そう、そこでね、お礼と絵があって、日付がついてて、本当にその日だけのやつ、そうそう、その日だけの記念になるのでね、ちょっとそういう楽しい気持ちもあると思います。でもその先にね、自分がなんとかこう手伝って差し上げたいっていう気持ちを忘れないでいただければ、楽しい気持ちで募金していただくのもいいかななんて思ってます。はい、いろんなこう英語の話もしたん
ますけれども、でもあのこの間ボラロンでね、パレスチナで活動してる方をご紹介するって機会もあったんです、お話ししていただくって機会もあったんだけど、実はその人と慶和の関係は岩手のボランティア先で始まってるんですね。なので本当にかあの行動する、何かもう人のためになりたいと思ったら、どんな方法でもいいから何か行動してみるっていうふうに受けていただけると、こう私が皆さんと勉強していることも、まあ、歴史、今、英語、それから勉強、行動ってこう一直線になったらすごい嬉しいなと思ってます。なのでもう皆さんともぜひいろんなことを行動の方でもやっていけたら嬉しいです。大事ですよね。ね、こうやりたいって言うけどね、言えるけどなかなか一歩踏み出すのって大変だと思うんだけど、ケイはね、すごくね、ボランティアの情報いっぱいあるし、後押ししてくれる人いっぱいいらっしゃるので、あのどうかあの声をかけてください。今すごいカメラ目線。そう、ボランティア希望してる方もいつでもあの応援情報等々差し上げられるので、いつでもいらしてくださいということでお願いいたします。ありがとうございます。ではまたこれもちょっと話が変わってしまうのですが、次はフェアトレードについて教えていただきたいなと思います。そうですね、フェアトレードもね、ボランティアの活動の一環から始まって、これもあれですよね、スマイルスターズの人たち来ましたよね、前にね、はい、ケアランチでね、うん、フェアトレードっていうのも、なんて言うんでしょうね、海外でその開発途上国の国々で、要するに経済があまりうまくいってない国々なんですよね。なので子どもたちも働かなきゃいけない、一家の家計を支えるために子どもたちも働かなきゃいけない、そういう時代って日本にも過去にはあるんですけれども、女性子どもがすごく過酷に働かなきゃいけなくて、特に子どもの場合は働くと教育が受けられなくなっちゃうわけですよね。でそうすると長期的に見るとその国の発展にこうマイナスになるわけですね。ただやっぱり少なくとも子どもたちっていうのが労働から離れて勉強する機会があるようにっていうことで、ちゃんとこう公正なお給料が働き手の人に渡るようなシステムっていうのを作った上で、売られてる、販売されてる商品がフェアトレード商品っていうんですね。だから大手 の有名なコーヒーチェーン店とかでもフェアトレードコーヒーって言ってますし、でそれから西柴田の駅前にある大きな商業施設 のあそこのスーパーでもフェアトレードのチョコレートとかって言ってて、意外とね高くないんですよ、なのでもしかしたら高い時ってあるかもしれないんだけれども、でも全てをフェアトレードで買う必要はないけれども、でもちょっと自分がお給料もらった後、バイトのお給料もらった後とか、お年玉もらった後でちょっと人のことも考えられるかなって思う時に、ぜひフェアトレード商品を手に取っていただいて、で自分もその国際的にですね、今度国の中だけじゃなくて国を越えて誰かを支えることができるんだっていうことに近づいていただけたらいい活動かなと思います。で、ケアはそのためのサークル、フェアトレードを推進するためのサークルもあって、彼らが今一生懸命やってるので皆さんアクセスしやすい環境なんですよね。情報もいっぱいあるし、なのでぜひフェアトレードサークルの皆さんとも仲良くしていただいて、でいろんな情報をもらって、で何らかの形で皆さんにも関わっていただけたら嬉しいです。フェアトレードサークルというと、競馬祭とかでも何か競馬祭今年どうしてるかな、ごめんなさい、私ね競馬祭の情報ちゃんと持ってないけれど、今ねフェアトレードって皆さんどれくらい知ってるかなっていうアンケート活動をやってます。そうなんですか、なのでフェイスブックでねフェアトレードのね関係者の人、フェアトレードスマイルスターズページがあったかな、ね競馬の関係者の人からそのアンケートサイトっていうのを皆さんつながっていけるので、ぜひ協力してあげてください。でなかなかね日本でのフェアトレードの認知ってまだ低いので、なんとか広めたいっていうことで、前多分ここで話してくれたバレンタイン一期、バレンタインのチョコレートをフェアトレードのチョコレートでやりませんかっていう、そういうプロモーション活動とかもしてくれてます。何かあったかな、ないね、まだないけど、よく見るよね、サークルとか。そうです、なんか一番最初にフェアトレードっていう言葉を聞いたのは、なんか本当に大学入った授業の中で、川本先生だから、授業の時だかになんか聞いたんですけど、やっぱちょっと理解がなんかできなくて、でもこの競馬ランチの時に、そのフェアトレードサークルの人が出てくれて、どういう活動をしててっていう、そのバレンタイン期の時とかも出し聞いて、それでやっと理解じゃないんですけど、人がね、増
増えてくれたらすごく私たちも嬉しいの でそしてあのそういうフェアトレード商品を気がついて、うん、あじゃあ今日はこれ買ってみようっていう人が少しでも増えてくれたらあのサークルの皆さんもすごくやりがいがあるんじゃないかと思います。フェアトレードというのはコーヒーとかすごいイメージが、そうですね、コーヒー多いですね。コーヒーチョコレートって言ってるものが多いけれども、あの新潟のグルメ町でそのフェアトレードサークルの方たちがね、あのいろいろ協力させていただいているお店があるんですが、そこに行くとやっぱりあのいろんな布地、そういったフェアトレード あのルートで作った布地で作ったお洋服とかって言ってたりとか、すごい素敵ですよね。すごい素敵ですよね、うん、なんか異国な、異国な情緒みたいな、そうそう、ちょっとエスニックな雰囲気すごくありますよね、うん、素敵で、なかなか手触りもなんかふんわりしてて、うん、なんかね、やっぱり自然な感じですよね、はい、そういう地域で作られた材料だから素材もすごく自然な感じがするので、はい、優しいと思います、はい、すごく質のいい感じがして、うん、そうなので、ぜひ一着あったらすごく、ぜひ古町のヴィランさんにもいらっしゃってください、ぜひぜひ。古町になると、うん、古町のね、どこと言えばいいのかな、三越さんとかのそばです。ちょっと路地入ったとこ、通り入ったところにあります。そうなの、うん、なので行きやすいんじゃないかなと思うので、ね、ですね、うん、お買い物行った帰りとかに寄ったり、ぜひぜひ、うん、あれでした、バレンタイン期やった時も三越の買い物の帰りに寄ってくださった方が随分いらっしゃったというふうに聞いています。私当日行けてないんですけれども、活動した学生たちがみんなそういうふうに言ってくれてました。はい、こういう小さなことって言ったらあれなんですけど、こういうことで着々と人のためになるようなことをしていけたら素敵ですよね。そうですね、本当にこう伝えていくことっていうのも大事なことかなって、知らないと何も始まらないので、まず第一歩知ってるところから始まっていくかなって思うので、その、ね、学生の皆さんこうボランティアそのものというよりも、そういうふうに知らせていく活動もまたボランティアになると思うんですよね。なるほど。なのでだからあの MC のお二人もこういう場で紹介してくださるってことがすごくつながってると思います。なんかちょっと役になってるみたいな、ね、なんか嬉しい、うん、何もしてないみたいな思ってたけど、そんなことないんですよ、何になってるのかな、うん、なのでしっかり伝えるのを手伝っていただけるとありがたいです。話はしっかり伝えていこうと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、では本当またありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。何か学生に一言あったり、あ、なんか講演会の予定などあれば。あ、わかりました。まず一言は、ぜひ思いの活動行動につなげていただきたいっていうことです。これこの間 あのボランティア論学習セミナーのトピックでもあったんですが、ぜひやりたいっていうだけではなくて、やるための一歩っていうのを私たちにも手伝わせてください。そして行動してください。そしてさっき国際問題のこととかもいろいろ出てたんですが、今何が世界で起きてるかっていうことを知るために、過去にあったことも知らなきゃいけないと思うんですね。でそのためにドキュメンタリーを見る、朝活みたいな活動もちょっとしてみたいと思っていて、夏休み、今ねまだ本決まりじゃないんですが、できれば集中講義の週の朝早くの一限の時間にみんなでビデオを見ようよっていうのをやってみたいと思ってますので、ぜひ、関心のある方はいらしてください。予定しているのは NHK が20年くらい前に作ったものなんですが、映像の世紀という11本の作品を見るという回なので、ぜひぜひおいでください。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで時間が来てしまいました。はい、はい、ありがとうございました。はい、本日は山崎由紀先生がゲストに来てくださいました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。来週もミオランチをお楽しみに。